はい、どうもボブチャンネルです。本日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。 in 夕暮れのベンチでございます。本日いただきますのはサントリーから出ておりますほろ酔い夏ライチでございます。こちらのがアルコール 3% 果汁 1% となっております。今回サントリーのほろ酔いで、夏の限定ということで、こちらのほろ酔いの夏ライチが出ました。6月の、上旬に出たんですね。前に贅沢搾りとかでもライチが出ておりまして、やっぱライチ好きの人間としてはライチとついてるものはやっぱり飲まないといけないというルールが勝手に決まっておりますので、こちらもほろ酔いはジュースと言っているんですけども、やっぱり飲まないといけないかなということで、はい、いただいていこうかと思います。ワンハンドワンハンドワンハンドで、はい、開きました。中は透明そうですけどもね、はい、いただきます。すごく向こう側にライチの味が見えます。向こうです。あれー、なんだろうな、これちょっと微妙な気がしてきたような、ライチの香りはしますよ。はい、でもやっぱり先入観として贅沢搾りのライチというのがやっぱり頭の中に出てくるので、やっぱり弱いのかなというような気がしてしまいますよね。 1% のライチはやっぱり弱いのかと。いや、もうちょっと飲みましょう。やっぱりそうですね、ほろ酔いというか、ほろライチというのか、ちょろっとライチみたいな感じですね。ちょっとライチ弱いかな。でも、なんか 3% のジュースだからしょうがないのかなというような、決して否定しているわけではないんですけども、ちょっとなんか物足りなさが、ライチ好きとしては出てきてしまいますね。悔しいことに、はい、ちょっとやっぱりこれは私の中ではダメではないけど、ちょっと惜しいですね。せっかくのほろ酔いだから酔わないけど、果汁ぐらい上げてもいいんじゃないのかというね、そんなような気もしないでもないですけどもね、無理だったら香料を上げるとか、はい、そういうのでちょっと対応してほしかったなというのが正直ありますね。はい、まあ、夏限定だからいいのかな。もうこれは一回飲めば十分かなと思います。贅沢搾り飲み直します。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。